さて今回のゲストなんですけれども、映画監督の方がゲストで中原俊さんです。どうも監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。私プロフィールを見てびっくりしたんですが、もともとは鹿児島のご出身でいらっしゃるんですね。出身鹿児島で、ちっちゃい頃は宮崎と大分っていうのをちょっと転勤族ですね。はい、それとなんと高校が名門ラサール高等学校。そうですよね。いや私たちからするとラサールかという感じなんですが、そしてなんとその後が東京大学文学部、これ宗教学科なんですね。はいはい、はい、ご卒業ということで、ラサール東京エリートですね。東大だからそこまではそこまでは、親の、はい、ね、まあ目論見通りというか、はいはいはい、まあ、入るとこ前ですけど、はいはい、さそこから先は何やってんのになって、あ、はい、でも割とじゃあ小中学校の頃は割と勉強もできて、そうですね、勉強は真面目なお子様というかできましたね。真面目かどうか、真面目はね、だから転校先によって変わるんですよ。あ、で僕の方も結局そういうこう、あれ小学校4つぐらい変わってますからね。ああ、そうですか。うん、そういうのがもうそろそろ飽きて、はい、でも子供にとって転校って辛いことですよね。ある種試練ですよね。まあそういう時もありましたね。時もありましたね。早く引っ越さないかなと思った時もありますしね。はいはい、で逆に今度ね、うん、もう離れたくないみたいな時もあったでしょうしね。まあ、それはなかったですけど、ね。あ、そうですか。まあ結構いい人間なんですね。また次のどこか面白いとこないかななんて思ってる。まあだからそういうとこでラサール一定とこにあるんだけど行ってみないかって言われたら、おお面白そうだねっていうのが、でまあなんかその頃はその男だけの学校というのがね、はい、もうなんかもう女いいや面倒くさいからってみたいな感じになってたんで、男だけの学校の方がいいやっていうような感じで自分もなんとなく行く気になってて、はい、うん、まあこのままその小学校から卒業してそこの中学校へ行ってってなんだかもう飽きたなみたいな感じはありましたけどね。そうですか。うん、監督は小さい頃から映画好きだったんですか。ね、ええ、うちなの、まあ、親たちの世代が、まあ、大正までですけど両方とも戦後になっての、はい、まあ、戦前もそうでしょうけど唯一の娯楽が映画じゃないですか。ですね、全盛期ですもんね。でテレビはまだ小学校、うん、1年生ぐらいの時には街頭テレビの世界ですからね。だから映画見に行くのが、うん、娯楽ですよ ね, すよね。親が連れて行けるのも、はいはい、テレビですし田舎ですから、テレビじゃない映画ですから、まあそれでなんとなく映画はよく見るし、でもまあ実際好きになったっていうのは、まあ、小学校の高学年ぐらいが一つと、それから本当中学校高校入ると、はい、今度は厳しいが鹿児島って特にまたそのうるさいところなんで、うん、映画見ちゃダメだって言われるわけですね。そうなんですか。ダメだって言うと行きたくなるじゃないですか。なります。で、まあ、親はいない、はいはい、ね、そうか映画を見に街中へブラブラする、はいはい、で、まあ、だんだん映画へこうハマっていくんですね。中学校2年ぐらいの時にクレオパトラという映画が来て、はい、でまあ、これ学校禁止なんですね、はい、でまあ、こう本で読むと世界で一番ハリウッドが力をかけた映画っていうのがあって、世界一の美女を、ね、はい、出るって見たいもんだなって、ってなんとか公園に行こうというところから始まって、まあ、そこら辺でこう悪い行ってはいけないところへ行きたくなる。なるほどなるほど。東京大学には何かこう映画研究会とか何かそういうクラブはなかったんですか。あったんですけどね、まあ、もちろん当時は文化格差がすごかったじゃないですか、はいはい、僕東京で言うと1970年なんですけども、はいはい、東大に入ったのは。とにかく東京に来ないといい映画が見れない、はい、古い映画も見れなかった、はいはいはい、でまあ、それで親を納得させるためには東大に入らなきゃいけないって、まあ、そういう気さつなんですが、で東大入って東大の映画研究会ってのあったんですけど、ちょうど一番学生運動の、そうですね、なんかみんな小難しい、お難しいこと言ってるんですね、はいはいはい、なんか違うよな、はい、映画って見て面白いかどうかだよなっていうふうなのがあって、まあその最初は面白くて今いろんな勉強もさせてもらったんだけど、まあ、いつの間にかそういうのから引いてしまって、で、まあ、学生時代は自分で好きな映画を、まあ、2年間ぐらいはほとんど映画見てたんですけど、いろいろ見るもあるんですよね、うん、映画当時は、うん、映画だけじゃなくて音楽だって面白いし、ね、だから見るものたくさんあって学校なんか行ってる暇ないよっていう状態になりましたねはい、はい、でまるで1年間学校休んでもうそういうのばっかり見て歩いてたんですよ、はい、アルバイトしながらね、はいはい、アルバイトしてます、まあ、そこら辺からだんだんこう親は
諦めてしまいました。で映画業界を目指したいと。いや目指したんではないんです。目指したんではないんですか。あの、まあ、そういうさっき映画は、まあ、さっき言ったようなことからいくと、はい、見ていた方が面白いというのがあって、だけど、まあ、親がサラリーマンってさっき申しました、はい、それで非常にあの嫌がってたんですね。自分がサラリーマンであること嫌がってたっていうか、そのいろんなありますね、会社はね、で飛ばされたりうんうんして、それでそれ見てるとなんとなくもう普通 の, そのサラリーマンになる気がしなくて、それで自分は、まあ、楽しいことをやれればいいなっていうふうに考えて、まあ、そういう時代でしたけども、それであの映画を見、でも映画は見るもんだと思ってたんですが、結局そういうだらしない人間なんで就職先がなかなかなかったんです。で、まあ、本当はあの出版社でも入って映画の記事でも書いて生きていきたかったんですけども、そうは問屋が下ろさないっていうのがあって、まあ、行き詰まっちゃって、である日あのパッと見たら日活というのが募集してて、はい、お前は昔映画が好きで映画監督になるといつではないかっていうのがありまして、はい、友達から言われました、はいはい、そうだったな、元へ戻ろうというので、で1976年日活入社と、はい、ただ私が思いますにまだ映画の全盛期でございますんで、いやいやもうどん底です。落ちてんですか。じゃあ人気はなかったってことなんですか。そうですね、就職先としては、まあ、いや就職先としては人気ありますでしょう、狭き門だと思うんですが、結局映画の監督採用というか、無監督採用というのをしているのは日活だけだったんです、はいはい、当時。つまりもう大手の映画会社がみんなそういう、どんどん下がってきまし て、あの社員を取ることをやめていたんで、はいはい、日活だけがそういう採用していたんで、そこにはみんな集まったんですね。集まったといっても、ね、年明けの2月ぐらいに、1月か2月に募集をしたんで、まあ、落ちた人たちがダッと来たっていうことですかね。相当来ますでしょ。倍率は高かったですよね。あ、まあ、でも高い200人ぐらいしたのかな。でも1人とか、僕らの時に一番多くて4人取ったんですね、助監督ですね。200分の4ですよ。まあまあそんなもんですよ。あの、まあ、自慢にも何もならないですね。いやいや、でもまあ、あの同期の高校大学の同期の方からすると、ああ中野君はすごいとこ行っちゃったなっていうか、あの、いや多分珍しいなって感じ。そんなことじゃなくて、多分高校時代から見てた時にやっぱりなってなんでしょうね、おそらくね。じゃあ逆にあの商社銀行なんか入ったら、うん、そういうのがっていう感じだったかもしれないと思いますね。あのやっぱりなという感じだったとおおむねそう思います。高校時代からそういうような、まあ、文化祭ばっかりやってるとかね、はいはいはい、運動会はサボりまくってるとかね、はい、そういうタイプの人間だったんでなるほどね。で、あの学校はサボるし、で夜中はオールナイト映画見に行ってるし、ピンク映画ばっかり見に行ってるしっていう人間ですからねなるほどなるほど、うん、やっぱり落ち着くとこ落ち着いたんじゃないのっていうふうには見えたと思いますが。あ、そうですか、うん。